SNS 上で今ちょっとだけ話題になっているんですが、家庭で旦那に和食系ですね、ご飯とか味噌汁とか、あの、ご飯菜とかですね、そういったものをですね、配膳してもらったらですね、ご飯茶碗が左じゃなくて右なのか上なのか知りませんけれども、えー、そこに配置されてて、ご飯茶碗は左に置きなさいよって言ったら旦那にぶち切れられて、 そんな変なマナーよりですね大事な教養があるとかって言ってブチ切れられたことを、えー、ぶちまけていた主婦がいたみたいな、えー、お話が割とネット上でバズっててそんなんで切れんなよとかそんな細かいマナーい,ねいらねえよとか、えー、そういったことがですね話題になっておりましたがもうこのマナーの細かさっていうのはもうほんと最近さテレビとかなんかわかんない動画とかでもマナー講師みたいなわけわかんないやつがいるわけよ。 そいつが、例えば、俺とかの動画とかにまでなんか指摘をしやがって、マジでうざいんだけど、お前ら、このマナーチューガーみたいな感じなんですが、なんか新幹線のね、座席を倒す時に、倒していいですかっていうのがマナーなんですとかっていう奴らがいて、そいつらのせいで、いちいち俺が寝てるのに、前の奴が突然なんか倒していいですかと。え、ボンじゃないですかとかもう、まうせえバカ。 っていう,ふうなあのマナーマナーって言い過ぎるとみんなマナー守らないと怒られるじゃないかとみんな怖いのは怒られることであってですねマナーを守るとかマナーが何のためにやるのかとかえそういったところ分かってないじゃないですかはっきり言って分かんないけどくちゃら例えば食べる時にくち,ゃくちゃくちゃくちゃしてたらすごい鬱陶しいとかそういうの分かるんだけどご飯じゃんが左にあろうが右にあろうがどうでもいいだろうって程度問題だよね。 っていう、それいちいち家庭で左とか右とか言うなよマジでっていうふうに僕も思いますし、なんかそれに対して分け知り顔でこうコメントしてるタレントとか有名人みたいなやつもマジうぜえなとかって思うんですよね。本当に閉塞感あふれるマナー社会みたいなものに絶対なってほしくないなっていうふうに思いました。で、なんかそれ聞いて思い出したんだけど、僕なんか昔まだ20代前半とかの時に付き合ってた彼女と一緒にあのベーカリーレストラン309ンってところに行ったんですけど、 焼きたてのパンを出してくれてちょっとしたなんかスープとサラダと。 魚と肉みたいなデザートみたいな感じのちょっとしたコース料理が結構安く食べられるお得なレストランだったんですけど、まあ、そこに行った時にカトラリー類あのナイフとかフォークとかスプーンとかそういうものがこう並べられるんだけど一応外側から使いましょうみたいなマナーなんだよねそれをなんか俺が適当に使ってたらその彼女に分け知り顔であ,あ、ちょっと待って待ってみたいな感じでカトラリー類は外側から使わなきゃいけないんだよみたいなこと言われてマジでブチ切れたことあるんですけどまあなんかほんと時と場合によるっていうか いきなりそういう風うに頭ごなしに言われると、イラッとしますよね。お前はお母さんかみたいな感じで、ご飯を持つ手は左でしょうとか、僕は多分左利きだったんですけど、右利き強制をされたんだと思うんですよ。なん、なんとなくうっすら、2、3歳ぐらいの時にご飯、じゃあ持つ手は左だよとかって、ペシーとかってやられたりとかしてたんで、まじゅうぜえなとかって思いながらも、もう体罰食らうんで反抗すると、しぶしぶ従ってましたが、それが再来したのか。 大人になったのにまたこんなこと言われるんだとかって思ってイラッとしたんですけどマナーって何のためにあんのみたいなことをマナーが全てになっちゃうみたいなゴルフ場でジャケット着ましょうとかですねポロシャツインしましょうとかなんかよく意味がわからないマナーを守ることがそれ自体が目的化しちゃってるっていうところが本当に必要なマナーとそうじゃないマナーそういうふうに言われた方を頭ごなしに 聞こえちゃうんだよね。やっぱり。お母さんに叱られたみたいな感じに思われちゃうんで、やっぱりイラッとしちゃうんですよ。だから、そこはね、程度問題でもあるんですけど、もうなんかそんな嫁がいたらマジ嫌だなとかって思って結婚、やっぱりしたくないよねっていうふうに思っちゃう一つの原因でもあるよね。だって家庭って逃げ場ないじゃんで、結婚してると離婚するのめんどくさいじゃんだからそういうのも含めてですね、なんかあるんじゃないかな。今回の件はちょっとやりすぎなんじゃないかなって僕は思いましたということで、えー、今日はこの辺で終わりたいと思います。どっしゃい